が起こったんでふか。死脈に食われたんじゃよ。前にも同じことがあったでふよね。前とは違う。どうやら覚醒した金主は大地を器にしておる。今や血脈はあやつの体そのもの。わしは血脈の裂け目をとっさに感じたおかげで逃げられただけじゃ。じゃあベルベットたちは。賭けはわしの勝ち。そういうことかの。その通りだ。才能だけは申し分ないのだがな。お主がおるということは、ここは重要な場所のようじゃの。どけ。血脈のほころびを閉じねばならん。リエンフ、裂け目を守れ。裏切りの剣はそれでチャラにしてやる。じゃが逃げたら100台呪うぞ。ビーン！了解でこー。どうやら賭けに勝ったようでの。閉じられては賞金が回収できんのじゃ。わしに幻覚は効かんぞ。壊れたものは壊せまい。あの時はお前の心が割れた時点で術を止めた。指定の情けでな。だが今度は容赦せん。心が砂とかすまで完全にすりつぶす。よかった。気がつきましたね。どうやら血脈に取り込まれたようです。エレノアは大丈夫？みんなは？私は。でも殺す殺す。何？殺したのに。あの子が、あの子のためになのに、憎い。私、無意味に、よくも、殺さなきゃ、死ね、死ね。ずっとあんななんです。起きたのね。行くわよ。ここを出て奴らを殺す。でも、カナヌシはベルベットの幻覚だって言ってるでしょ。じゃなきゃ偽物、罠よ。ううん、本物だったらどうだっていうの。あの子が私を裏切ったってことでしょ。そんな奴を殺せないと思うの？なぜ？どうして？私がどれだけ殺したか散々見たあんたが。ごめんなさい、ベルベット。起きてラフィー、朝だよ。もうラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは。調子いいかな。カノヌシ。違うようです。今日はおとなしく寝てなさい。これは過去の幻。新しい薬が届く日。ほら殺せた。当たり前でしょ。慣れたものよ。さあここから出るわよ、あんたの力で。けど早くアイゼンたちを探さないと。早くって言ってるの。いい加減にしなさい。いい加減にするのはあいつらだ。だってそうでしょう。殺してやる。絶対に。
落ち着いてください。落ち着いて出口を探すわ。それでいいんでしょう。大丈夫ですか、ライフセット。うん、僕は。でも、ベルベットは。もう限界かもしれない。無理もないけれど。ライフセット、あなたは一旦私の中に避難してください。嫌だ。ですが、いつまたさっきみたいに。うん、分かってる。でも、僕が逃げ出したらベルベットはもっと傷ついちゃうと思う。だからせめてそばにいたいんだ。ずいぶん頼もしくなりましたね。違うよ。悔しいけど今の僕はベルベットのために何もできない。そんなことはありません。人は誰かがそばにいてくれるだけで救われる時があります。母を失った私もそうだった。エレノア、今はベルベットから目を離さないようにして3人で六郎たちを探しましょう。でも忘れないでくださいね。あなたのそばには私がいます。もちろんだよ。ありがとう。カノヌシと名乗ったあの少年は本当にベルベットの弟なのでしょうか。ベルベットを苦しめるためにカノヌシが見せた幻かもしれない。エレノアはそう思ってるの？はい。だってベルベットの目的は殺された弟の復讐でしょ。その思いの強さは今まで私たちが見てきた通りなのに、肝心の弟が実は生きていたなんてありえないと思います。カノヌシの力がどんなものかわからないけど、僕はきっと本物の弟だったと思う。メルキオルの幻覚にも耐えたベルベットがあんな風になっちゃったんだから。でも本物のラフィーがあんなことをしたなんて信じたくないけど。弟の体をより知るにしてカノヌシが復活したという可能性があるのでは。わからないけど、それならベルベットはあんなに苦しまないんじゃないかな。そうですよね。カノヌシがベルベットの本物の弟、そう考えるのが一番断りに合う。でも残酷すぎます。これは見て、もし、しっかりしてください。すぐ人を呼んで。いいのです、もう疲れた。旅をして来られたのですか。10年死に後を託されたのに何もなせなかった。10年もなんて弱い翼だから、もういいんだ。そうですね。そんなに働いたなら少し休まないと。ちょうどウリボアの肉が手に入ったんです。夕食はお鍋なんですけど、ご一緒にいかがですか？あ、いや、私は。今はリンゴしかありませんが、どうぞ。お腹がいっぱいになれば、きっと立ち上がる元気が出ますわ。あなたの体は生きるぞって言ってるんですもの。恥知らずな。生きる資格もないのに。資格がいるんですか？ただ生きることに。それは自然なことですよ。お腹が空くのも辛くて泣くことも。だって私たちは生きているんだから。生きている。
お名前は？私はセリカ・クラウと申します。私はタイマシー・アルト、いや、アーサーです。アルトレアーサー。何なんだ今のは。ロクロ、アイゼン、あなたたちにも見えたのですね。ああ、アルトリウスがアーサーと呼ばれてた。大地の記憶というやつだろう。地脈には地上で起こった出来事が写し絵のように記録されていると聞いた。要するに昔の幻ってわけか。幻じゃない、あれは私の姉さんよ。セリカ姉さんも騙されてたのよ。私を監獄から出して。ロクロ、怪我は大丈夫なのですか？ああ、打たれ強いのが取り柄でな。俺よりもベルベットは大丈夫なのか？平気なわけがありません。カノヌシの正体が、あんな、ただ固いだけじゃ不足の力を受けたら割れちまうってことか。本当の強さを見誤っていたのかもな、あいつも俺も。他人の心配をしている場合でもないがな。ここは完全にカノヌシの領域に覆われている。奴の体内と言っていいだろう。うん、だから僕の力じゃ出られない。用心しろ。大地の記憶も奴が再生しているのかもしれん。奴らの狙いはベルベットだからな。ベルベットの中にある二つの汚れ。そうだ、それを逆手に取れば脱出の機がつかめるかもしれん。ベルベットを利用するっていうの？必要ならな。何にせよ進もうぜ。止まっていても拉致があかん。マギルーも探してやらんとかわいそうだしな。さっき言ってた大地の記憶ってのは何なんだ？前にも話したが、地脈は大地を流れる自然の力だ。風が吹き、水が流れ、鳥が羽ばたき、草花が咲く。それら自然の営みは地脈にも伝わり痕跡を残す。痕跡は人の記憶のように大地に刻まれ、地脈の中に溜まり続けている。それが大地の記憶か。人間や精霊の行動も。大地の上で起こる全ての事象を自然と呼ぶ。当然人間も精霊もゴーマすらも自然の一部だ。では今こうして私たちが話していることも大地の記憶に刻まれているのですか？うん、俺が人知れず行った悪事も、お前が漏らした悪口も大地に見られている。そういうことだ。私は悪口なんて。ただの例え話だ、動揺するな。カノヌシは大地の記憶からベルベットに関係するものを呼び出して見せてるってこと？おそらくな。だから別の場所にいた六郎と俺も同じものを見たんだろう。大地を器とするカノヌシならではの芸当だ。聖主なんて名乗ってるくせに悪趣味な野郎だな。だが今のベルベットには効果的な攻撃だ。地脈を脱出するまであいつから目を離すなよ。うん。ベルベットの精神的ダメージは相当なものだな。はい、ギリギリで踏みとどまっていますが。今のところはな。今のところって？言葉通りさ、言っただろ。硬いだけじゃ割れちまうって。このまま心を揺さぶられ続ければ、ギリギリにも踏みとどまれなくなるだろう。
私たちはどうすれば。割れるならそこまでのこと、目的の遂行を優先するまでだ。そんな、ベルベットを見捨てるっていうの？一時の同情で視界を曇らせば、船が暗礁に乗り上げることだってある。そうかもしれないけど、あんなに苦しんでるのにあんまりだよ。ベルベットがアイゼンの立場でも同じことを言うと思うがな。ヨクロウも同じように思うの？俺か？俺はまだベルベットに恩を返してない。それは必ず返すけどな、あいつがこれからどうなっちまうのかは結局あいつ自身にしか決められないことだ。そうでしょうけど。なら僕も決めるよ。僕はベルベットを見捨てない。何があっても。そうか、お前がやりたいようにやれ。止めはせん。お帰りなさい、アーサー。ただいま、セリカ。家の周りの柵を補強しておいたよ。ありがとう、アーサー。最近野党の被害がひどいって村長さんたちが心配していたけど、これで安心ね。いや、もし野党がごまかしていたら、この程度では。え？なに、心配いらないよ。大工仕事には自信があるんだ。ベルベットたちは？多分また岬よ。危ないって何回言っても聞かないんだから。ライフィセットがせがんだんだろう。大丈夫、ベルベットはしっかりした子だ。そうね、この子もあの子みたいに強く育ってくれるといいんだけど。え？喜んでくれる？決まってるだろう、はあ、世界にこんな幸せがあるなんて。こんなことならもっと高価なものを用意すべきだった。あなたが作ってくれたのね。君のために心を込めて。一生大切にするわ、今日の幸せの記念に。俺は約束の証にしよう。誓うよ、命に代えても君たちを守ると。アルトリウス様の過去。笑えるわね、あんな言葉信じちゃって。全部嘘なのに、笑顔も誓いも何もかも。さっきのはまだ開門の日以前のことか。セリカさんがいて、アルトリウスの腕もまだ怪我してなかった。大魔師の活動もしていないように見えたね。アバルにいた頃のアルトリウス様はあんなに優しく笑う方だったのですね。そんな男が大魔師に戻り、同志として世界を背負う覚悟を決めたのは。愛する妻を失ったからか。まあ、ほっといてもわかるさ。この調子ならそろそろ来るんじゃないか、その時って。ってやつが。その時アルトリウスとセリカさんのことって、今までベルベットが知らなかったことだよね。多分な、馴れ初めは二人きりの思い出のようだったからな。
見たのは温かい家族の風景ばかりなのに、すごく嫌な気分になった。私もです。これを見せているカノヌシの狙いをはっきり感じました。ベルベットの心を逆なでするためだな。ベルベットはアルトリウス様のことが心から好きだったのだと思います。幸せだった過去と変わってしまった今を同時に突きつけられることがどんなに苦しいか。そうだろうな。ゴーマの俺には分かるんだ。ベルベットの境遇は過酷すぎて、人間の私も想像するしかありませんよ。でも少しは分かる気がするんです。私もベルベットと同じあの方の教え子だから。アルトリウスはカノヌシの覚醒には二つの質の汚れが必要だと言った。アバルの幻覚、監獄島討伐の情報漏洩、そして弟の姿そのままのカノヌシの登場、全部それを手に入れるための仕込みだったとすれば、腹をくくる必要がありそうだな。火の夜、ここはベルベットの村の。くそ、ごまかした野党がこんなに。セリカ、今助ける。無理よ、ベルベットたちと逃げて。バカを言うな。俺は行きたいんだ、君と俺たちの子と一緒に。しまっ、セリカ！まず、こんだ。なぜ俺は、たった二人の家族すら守れない。よく分かっていよう、アルトリウス。人が弱く、罪深いからだ。メルキオル、この村がお前たち一家をごまかした野党どもに差し出したのだ。自分たちを見逃す代償としてな。嘘だ、そんな。よくあることだ。人間が背負った業の断りは変えられん。だが、断りを整える手段は見つかった。なんだこの巨大な力は。まさかこんなところに探し求めていたカノヌシが。この精霊は転生したか。姿は同じでも別の存在だ。なぜだ、なぜこんな残酷な縁が。どうやらカノヌシの復活は不完全のようだ。その原因を明らかにし、
聖書を導かねばなるまい。この精霊どもはもらっていくぞ。待て！約束を守れなくてごめんよ。償いはする。今から俺は俺を捨てる。名もなき精霊よ、契約を交わしてもらうぞ。私は世界の痛みを止めなければならないのだ。できるのか？我が友の理想を投げ捨てて逃げた貴様に。亡き死と祭司の魂にかけて今度こそ成し遂げる。我が名はアルトリウス・コールブランド、先代筆頭タイマシフローディーン・アスガードの意志と力を継ぐものだ。よかろう。今宵の悲劇を救世の祝宴に変えてみせろ。今の精霊って覚えていないのですか？全然。精霊に転生したって言ってたぞ。つまりどういうことだ？死んだ人間の魂が何らかのきっかけで精霊に生まれ変わることを転生という。ライフィセットはアルトリウスの子供が転生して生まれたっていうのか？さっきの記憶が本物ならな。じゃあ一緒に生まれた女性の精霊は私の姉の転生ってことね。もうとっくに食らったけど。知らなかったからでしょ。知ってたわ。私はシアリーズの正体に気づいてた。ベルペット？けど関係ない。だったら何？目的のためには何だって食らう。姉さんだって弟だって世界だって、それに私なのよ。あれが、あの日が全ての始まりだったんだね。ああ、開門の日、カノヌシが半分復活してゴーマが見えるようになった理由だな。カノヌシの力でほとんどの精霊の意志が封じられた日でもある。アルトリウス様が世界を変えたいと願った背景にあんな悲劇があったなんて。村の人たちが野党にアルトリウス様たちを差し出したりしなければ。確かにひどいが珍しい話でもない。人間必要とあれば何でも切り捨てるものさ。集団のためっていう大義名分があればなおさらな。あの夜のことも多分ベルベットの一家が村の輪の一番外にいたってだけなんだろう。そんな身勝手な理由で。人間はそういう身勝手な生き物だとお前も分かっているはずだ。だから今無意識に口にしたんじゃないのか。アルトリウスの願いは人間を救うことではなく世界を変えることだと。それはお前を責めてるわけじゃない。ただの事実だ。あの夜の最大の悲劇は世界を変える力を持った男が人間の限界を見限ったことなのかもしれんな。救世主アルトリウスは人間に絶望したってこと？アイゼン、死んだ人間の魂が何らかのきっかけで精霊に転生するって言ったよな。そのきっかけってのはポンポン起こるようなものなのか？わからんとしか言えん。人が精霊に転生した事実はあるが、その原理は解明されていない。
霊能力の高い人間が転生しやすい傾向はあるが、生まれ変わりの方法が確立しているわけじゃない。つまりはそう簡単に起こるものでも起こせるものでもないってことだよな、普通なら。でもベルベットのお姉さんはシアリーズに、お腹の子供はライフセットに転生した。どうしたらこんな偶然が起こるのです？偶然ではないのかもしれん。二人の死は火の夜カノヌシの生贄儀式に絡んで起こったものだからな。つまりカノヌシの意志が関わっていると。あくまで状況からの推測だ。いかに聖主とはいえ、人や精霊の生死を自由に操れはしないはずだ。偶然じゃなくて因縁なのかもしれないぜ。ベルベットはシアリーズを喰らったと言っていた。自分のお姉さんだった精霊を、そんなひどい因縁があるって言うんですか？すまん、嫌な言い方をしちまったか。だがいいも悪いも誰かの意思も関係なくつながっちまうのが因縁ってもんじゃないか。そうですね。でもこんなのって。落ち着け、エレノア。事実を知って一番動揺しているのはベルベットとライフセットだ。こんな時こそあいつらに一番近いお前が見守ってやれ。はい、私が冷静にならないとですね。見て、あそこ。地脈の裂け目だ。外に出られるかもしれんぞ。アーサー兄さん、二人きりで話したいことがあるんだ。火の夜に強い霊能力を持った汚れなき魂を二つ生贄に捧げること。そう、それがカノヌシ復活の儀式だ。俺の本を読んだんだな。古代語が全部わかったわけじゃないけど、兄さんが書いた注釈にはカノヌシが復活すればゴーマのいない世界が作れるって。7年前、強い霊能力を持った魂が、生まれる前の私の息子が生贄となった。今カノヌシは半分だけ復活している。だからみんなの霊能力が強まってゴーマが見えるようになったんだね。それが開門の日の正体だ。じゃあもう一人生贄を捧げれば、カノヌシは完全に復活する。その力で多くの対魔師も揃うだろう。もうすぐまた火の夜が来る。ねえアーサー兄さん、ライフセット、僕なら生贄になれる？お前はなぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？鳥は飛ばなきゃならないんだ。だって空を飛べる翼を持ってるんだから。僕にだって弱いけど翼がある。だから今飛ばなきゃダメなんだ。次の次の日の夜は3年後、その時僕は生きていない。ライフセット、お前は12歳病。それが僕の病気だから。やはり知っていたんだな。病気は怖くない。でも僕は守られただけで死ぬなんて絶対に嫌だ。お前の意志こそ翼、強い翼だ。ふざけるな。このことはお姉ちゃんには黙っててね。約束だ。僕が作るよ、お
姉ちゃんが幸せになれる世界を。何が意志だ、翼だ。よくも、よくも二人して私を裏切ったな。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。あんたなら兄さんに負けない大魔神になれるかもね。黙れ。あの子が落とされた祠ほどじゃない。あの子ライフセットの仇を討つ。ライフセットはもっと痛かった。なのに私は何もできなくて、ごめん、ごめんね。黙れ。こんな嘘を、よくも全部、全部あいつらの嘘だ。なのに私は死ね、死ね、死ね、死ね。邪魔するな、醜い化け物が。の幻だよ。こんなのはひどいな。それはお姉ちゃんの正体なのに。憎んで、恨んで、食らって、殺す。他人も世界も断りも踏みにじって、ただ感情のままに生きる。醜い汚れの塊だ。違う！君が口を出すことじゃない。本当かどうかお姉ちゃんには分かってるんだから。違わない。だって全部私の勝手な思い込みだった。なのに私は。罪のない人を大勢傷つけたよね。数えきれないほどいっぱい食い殺した。アーサー兄さんの決意も知らずに、人も街もめちゃめちゃにした。その上セリカお姉ちゃんが転生したシアリーズまで。ダメだった。それでも僕はお姉ちゃんが大好きだったんだよ。だからお姉ちゃんのために生贄になることを選んだ。なのに復活の邪魔をされたら僕は無駄死にじゃないか。本当はすごく怖かったんだよ、死ぬのは。ごめん、ごめんなさい。認めるんだね。お姉ちゃんが今までしてきたことは全部。誰のためにもならないことだった。私は無意味にみんなを苦しめた化け物です。分かったなら罪を償わないと。最後の汚れ、お姉ちゃんの憎悪と絶望を食べれば僕は完全に覚醒する。そうすれば世界の痛みは止められるんだ。お姉ちゃんには痛みのない世界で幸せになってほしかったけど、
化け物になっちゃったんじゃ仕方ないね。話して私は消えなきゃ。嫌だ。このままじゃあんたまで無意味に殺しちゃ。嫌だ。こんな汚れた化け物は生きてちゃいけないのよ。わかるでしょ。うん、一人目の生贄の転生体、君も僕の一部だ。一緒に食べてあげるよ。ああ！ライフセット、このうぬぼれ屋に行ってやれ。お願い、もう手を。うるさい、黙れ。わかるわけないよ。ベルベットはすぐ怒って怖くて僕を食べようとする。でも優しくてこんなにあったかい。ベルベットのことなんて全然わからないよ。けどベルベットは僕に名前をくれた。羅針盤を持たせてくれた。僕が生きてるんだって教えてくれた。だから僕は僕のためにベルベットを守るんだ。汚れてたっていい。意味なんかなくたっていいよ。みんなが間違ってるって言うなら世界とだって戦う。ベルベットが絶望したって知れもんか。僕はベルベットがいない世界なんて。絶対に嫌だ。ダメよ、手が勝手に。腕くらい食べていいよ。でもこっちは残しておいて。ベルベットを泣かせたあいつを殴ってやるんだから。私大好きだったの、ラフィーも、セリカ姉さんも、アーサー兄さんも、みんな。だからあの時を奪われたことが、私を選んでくれなかったことが悔しい。絶望が消えた。私の心にもあるのです。あなたと同じ、消したくても消えない炎が。あなたの気持ち、やっと分かったわ。でも私は、自分のためにしか戦えない。十分です。それが生きるということですから。